こんにちは、トスカーナ在住のともこです。日曜日の今日はお昼ご飯にキノコのリゾット、魚料理、デザートに梨の赤ワイン煮を作ります。まずはリゾットから作ります。ニンニク、玉ねぎを炒めて細かく刻んだマッシュルームと水で戻した乾燥ポルチーニだけを入れます。キノコがよく炒まったところでお米を入れます。リゾットの時にはカルナローリ米を使っています。我が家では昼も夜もプリモにパスタかリゾット、セコンドに肉か魚料理に野菜の添え物を作ることが多いです。イタリアでは大抵このような食べ方をしますが、バランスよく食事をすることができる上、メニューを考えやすいです。オレガノ少々、胡椒少々、塩少々を入れます。水分を入れる前にお米もしっかり炒めることがポイントです。お米を十分に炒めたところで白ワインを少し入れ、中火にしてアルコール分を飛ばします。アルコール分が飛んだところでバターを一かけ、野菜のブイヨンを半分入れてお水を入れていきます。もちろん生野菜からブイヨンを作る方がもっと美味しく作れます。お水は3回に分けて入れるので、1回のお水の分量はお米がひたひたに隠れる程度です。お水を入れた後はあまりお米に触らないようにしながら平らにならします。リゾットを火にかけている間に梨のデザートを用意していきます。梨の皮を剥いて、小さなお鍋に赤ワイン 300ml、 砂糖 200g、 お水 200ml を入れて沸かします。梨を用意している間にリゾットの方のお水がだいぶ減ってきましたので、2回目のお水を足しました。ワインがしっかりと煮えてきましたので、ここにクローブ3つとシナモンを1本入れます。他にカルダモンやスターアニスを入れるとさらに香り豊かに仕上がります。そして用意しておいた梨を入れていきます。とても良い香りがしますので、梨を食べた後もバンブリュレとして熱々の赤ワインを楽しむことができますよ。これで蓋をして15から20分ほど煮るだけです。お尻が出てしまっているので均等に色がつくように時々ひっくり返してあげると良いです。リゾットを確認してみましょう。まだ水分が結構残っているので、このままもうしばらく蒸発させます。5分ほど経ちましたが、今度はどうでしょうか。余分な水分がほとんどない状態ですが、焦げついていない、絶妙のタイミングです。ここで3回目のお水を投入します。魚料理を用意していきます。今日使うお魚はオンブリーナという白身の海水魚です。しばらく焼き目をつけてから味付けをしていきます。リゾットには十分に火が通りましたので、最後にパセリを入れていきます。
みじん切りして冷凍保存したパセリは仕上げに使うときに便利です。最後にパルメジャーノチーズを入れるとさらに美味しくなるのですが、我が家にはチーズが嫌いなイタリア人がいますので残念ながら使えません。塩コショウを少し足して完成です。魚にはだいぶ火が通りました。地中海風の味付けにしたいと思いますので、酢漬けのケイパーをたっぷり。濃縮トマトをスプーン1杯分ほど入れます。トマトとケイパーを鍋肌で軽く炒めます。そしてこのトマトソースの上に魚を乗せて味を染み込ませるように 2,3 分焼いていきます。十分にトマトソースの味がお魚に移ったところで、焼き上がり直前にレモンを振りかけます。すべて準備できましたので盛り付けです。そしていただきます。セコンドの魚料理付け合わせはブロッコリーにしました。ブロッコリーにはオリーブオイルとお塩だけをかけていただきます。中もずっと煮込んでいた梨はそろそろ食べ頃になっているかしら。もっと煮ても良さそうですが、十分食べられそうです。昼食後はルッカへ移動し、中心街の脇を流れるセルキオ川沿いの遊歩道を散歩することにしました。イタリアでは最近コロナウイルス感染対策の規制緩和が進んでいますが、未だに毎日300人以上を超える死者が出ている状況です。そのため個人的にはなるべく人混みを避けた生活を続けています。新緑にあふれる春はもちろん気持ちの良いものですが、このように枯れた木々が並ぶ冬の荒涼とした景色も好きです。道端にはクロッカスの花が咲いていました。2月でまだ肌寒いですが、春はもうすぐそこまで来ているのですね。2時間ほど散策して夕暮れ時となった頃、とても面白い光景を目にしました。枯れた木々に白い斑点がデコレーションのようについています。周囲を観察してみると、サギがどこからともなく飛んできて、皆この辺りの木々に止まるのです。
先に混じっている黒い鳥はウです。なぜこの鳥たちはこの広い川の中でこの辺りだけを好み、遠方からも飛んできて皆で集まって寝るのだろうかと、なんとも不思議に思いました。ようやく最初に見た橋のたもとまで戻ってきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。